ようこそパレ・メルモニアへ。何の変哲もない廃墟だが、かつては立派な建物だった。今や壊れた壁しか残っていないがね。ここを訪れる人も、ここで何が起きたのか興味を持つ人もいない。だが、これから話す物語は、ここと関係している。私がまだ執行官になる前、そして、リネたちもまだハウス・オブ・ハースにやってくる前のことだ。私はとある理由で、クリーブの息の根を止め、それから彼女の母親を殺した。クリーブを殺したのはお前だったのか。そう焦らず聞いてくれ。ではクリーブの視点で最初から語るとしよう。クリーブは6歳の時、実母のクルセビナによってハウス・オブ・ハースに連れてこられた。家はまるで童話の世界のように見えた。優しい大人たちと仲のいい子供たちが共に暮らす活気にあふれる場所だ。クルセビナは当時の召使い、つまりハウス・オブ・ハースの責任者であり、クリーブだけでなく全ての子供たちのお母様だった。クリーブはここで何の憂いもなく生活を送っていたが、この家が童話の世界などではなく名実ともに煉獄であることに気づくまで、そう時間はかからなかった。煉獄？ああ、ハウス・オブ・ハースは世界各地の戦争孤児を受け入れていたが、孤児たちをどう育てるかは権力者の思想次第だった。クルセビナはとても斬新なアイデアを提案した。子供たちに戦う術を教えて殺し合いをさせるというものだ。その戦いは最も才に恵まれた王が勝ち残るまで続く。その過程で生じた死傷者の数は計り知れない。そして死者を除き生き残った負傷者でさえ無駄にされることはなかった。彼らは博士のところに送られて実験材料になるか、捨て駒として危険な任務を割り当てられたんだ。クリーブが言ってた実験ってそういうことだったのか。その後クリーブはどうなったんだ。クリーブはクルセビナの実の娘だってさっき言ってたよな。クリーブが頼めばクルセビナも耳を傾けてくれたんじゃないか。いや、クルセビナは娘のクリーブに対して何の感情も抱いていなかった。ハウス・オブ・ハースに連れてきたのはお母様として皆を平等に扱っていることを見せるためだ。母親を説得できなかったクリーブは表立った抗議を試みた。だがクルセビナが紡いだ甘美な夢に浸っている子供たちは偽りの幸せを抱きしめるばかりだった。だが一人例外がいた。クリーブと同じ年でハウス・オブ・ハースの真相を知った子だ。その子の名はペルヴェール。あ、思い出したぞ。クリーブが言ってた友達のことだよな。友達か。とりあえずそういうことにしておこう。明るく情熱的で自由に憧れ、生まれながらにして反抗精神を持つクリーブとは違って、ベルヴェールはとても冷酷な人間だった。そういう性格だからこそクルセビナの企みを見抜くことができたのだろう。
そして冷酷だからこそ、彼女は最初お母様に反抗しようなどとは考えなかった。殺し合いで最後まで生き残れる自信があったからな。何はともあれ、冷静さを保っていた二人は自然と仲を深めていった。クリーヴはペルベールに自分の描いている夢の話をたくさん聞かせた。誰も犠牲になることのない本当の家を作りたいとね。彼女は行動でその決意を証明した。何度も逃げ出し、何度も他人に助けを求め、何度も真相を暴こうとしたんだ。その度処罰で全身が傷だらけになったが、その決意が揺らぐことはなかった。歯を食いしばって痛みに耐えながらも、彼女はつま先立ちで窓を開け、ペルベールと一緒に夜空の月を眺めた。その瞳は自由への憧れであふれ、さんさんと輝いていた。そしてやがてその輝きは消えていった。はい、嫌な予感がするぞ。その後どうなったんだ？彼女が感じた絶望は具体的な出来事によるものではなく、数えきれないほどの失敗によるものだ。10年が経ち、二人とも大きくなってもなお脱出の目処は立たないままだった。そんな中、ペルベールから一つ提案があった。逃げられないのなら、いっそのこと虚栄で飾られた玉座に座るお母様を暗殺してしまおうとね。クリーヴはその提案を断った。一つ目の理由は、名高い執行官としてクルセビナは想像を絶する強さを誇り、暗殺の成功率が非常に低いからだ。もう一つの理由についてクリーヴが口にすることはなかった。だがペルベールは気づいていた。クリーヴはクルセビナのことをまだ母親だと思っており、その血筋を断ち切れずにいるのだと。逃げることも抗うこともできないのなら、残る道は一つだけ。ああ、君の推測通り、彼女が解放される唯一の方法は死だった。決闘場に立った彼女の相手はずっと共に歩んできたペルベール。過酷な戦いを経て、クリーヴは自らペルベールの手によって命を絶つことを選択した。劣化で焼き尽くされた地に大雨が降り注ぎ、全てが洗い流された。無数の死骸を踏み潰して一人勝ち残ったペルベールは、唯一お母様に認められた王となった。振り返れば、10年前から自分が生き残るこの日を予測していた。ただ王座に着くことができた時、彼女の胸に満ちていたのは喜びではなく、名乗しがたい苛立ちだった。さて、ここで一つ問おう。苛立ちを鎮めるためにペルベールが取った行動は何だったと思う？クルセビナを殺すことか。でも。正解だ。ペルベールは親友を殺してから1年後、同じ場所で二人にとってのお母様を激しい戦いの末に殺した。手にかけたその瞬間、彼女の頭の中に善悪の判断など一切なかった。ただ生き残った者だけがルールを書き換える資格があるという家の決まりだけが脳裏に焼き付いていた。ペルベールは勝った。新しい執行官となった彼女に女皇陛下から新しい名が授けられた。アルレッキーノ。え？お前がクリーヴの言ってたペルビー、いや、ペルベールだったのか？アルレッキーノって後からつけた名前だったんだな。もう長いこと使っていない名前だ。久しぶりに口にするとどうにも懐かしい気分になるな。その後、私はクルセビナが使っていたお母様という肩書きを廃止し、自分の本名を捨て、お父様アルレッキーノとしてハウス・オブ・ハースの再建に取り掛かった。物語はここで終わりだ。聞きたいことはあるか？
さっきのお前の話からすると、クリーブが死んだ時はもう子供じゃなかったんだろ。あの幽霊、いや亡霊って言った方がいいかもな。あれは一体何なんだよ。あれは炎の中から生まれた巨像、あるいは余人と言うべきか。私の血筋には呪いに近い力があってね、私の炎に飲まれたものはこの世にある種の残影を残す。とはいえ、クリーブのように独立した意識を持つ個体が形成されるのはごく稀なことだ。クリーブが死んだのは16歳の頃だったが、その余人は6、7歳の姿をしている。他の部分の姿や記憶はほとんど焼き尽くされてしまったからね。人の記憶は実に不思議なものだよ。その一部が失われることによって自己認識も変わってしまう。10年間の記憶を全て失えば、まだ子供だった頃の過去に戻る。道理でクリーブと話してた時なんだか変な感じがしたわけだ。こう言った方が分かりやすいだろう。彼女は時間に閉じ込められている。私たちがいる今ではなく、彼女だけの過去を生きているのだ。じゃあクリーブがハウス・オブ・ハースに隠れてたのお前はとっくに気づいてたのか。ああ、彼女の存在は不安定だが、子供たちを見守ってくれているようだった。何人か危機を救ってくれたことさえある。同時に私を避けながら、彼女自身の視点から見た真相を会った人たちに伝えているようだがね。残影は学習や成長することができない。新しい情報に触れても時間とともにすぐに忘れてしまう。クリーブを太陽の下に連れて行こうとして失敗しただろう。理由は簡単だ。彼女にとって家は逃げることができなかった場所。その認識を覆すことはできないからさ。だが心配は無用だ。直に私が再び彼女を殺し、余人を消すからな。待てよ。あいつを消したい理由は分かったけど、本当にそうするしかないのか。今のあいつは6、7歳の姿で止まってるけど、お前の友達だったんだろ。せめて面と向かってあいつと話した方がいいんじゃないか。もう遅い。ルールを破った以上、罰を与えられるべきだ。クリーブだけではない。彼女の影響を受けたフィリオールやナントゥイユも。私とクルセビナの違いは、異なるルールを作った点であって、ルールを守ることにおいては何ら変わりない。それこそが家を形作る土台だと理解してほしい。本当にそれでいいの？何がだ？クリーブにちゃんとお別れを告げたくないの？暗殺者として、そしてお父様として、タブーな感情が2つある。憤怒、そして干渉だよ。憤怒は衝動を引き起こし、干渉はためらいを生むからだ。さて、そろそろだろう。ここに来る前、夕方になったら悪い子をここまで連れてくるようにと、いい子たちに言いつけてある。約束通り、猶予をかなりやった。さあ、結末を楽しみに待とうではないか。お父様、みんなを連れてきました。これから処刑するのかな。処刑を見るのは初めてだ。リネ！ごめん、話は聞いたよ。たくさん時間を稼いでくれてありがとう。だけど結局、クリーブの願いを叶える方法は見つけられなかった。あ、もしかしてペルビー？ああ、久しぶり、クリーブ。ペルビー！し、そこから動くな。昔話をする前に君たちの罪を清算しよう。お父様、今回のことは。
下がっていろ。お父様。君たちは家にとって脅威となる人物をかくまった。処罰を受けて当然だ。だが全体的に見れば君たちの罪は一番重いものではない。故に少々多めに見てやってもいいだろう。しかしその前に、家を裏切った者は全員処分しなければならない。家を裏切ったって私たちのことですか？お父様、説明させてください。俺たちはフォルツ、集めた情報を報告したまえ。はい。3回目の夜の会合、参加者フィリオール、ナントゥイユ、ソット、タディエ、ナントゥイユ、当時俺たちを受け入れたのがお父様じゃなかったらよかったのにとはっきり言っていました。ソット、誰だって普通に生きたいって思うよ、今の生活にはうんざりだと相槌を打っていました。フィリオールはもっとひどいことを口にしていました。家の他のメンバーのことをイカれた奴らと言った上に、言葉の端々からお父様への不敬が見えました。そんなこと言ってない。違う、フォルツ、デタラメを言わないで。聞いたのは俺だけじゃない。その後、タディエを含むたくさんの人がクリーブから聞いた数々の話について議論し始め、お父様を問い詰めるための材料を集めていました。今のままじゃカゴに閉じ込められた鳥と変わらない、カゴを破るしか方法はないわって言ってただろう。あんた、私に消えてほしくて仕方がないんでしょ。何か恨みでもあるの？それにシャプロ、あんたが倒れた時誰が看病したかもう忘れたの？なのにどうしてこんなこと。フィリオール姉ちゃん、誤解しないで。シャプロ兄ちゃんも俺も家族が死んでほしいなんて思ってない。嘘つき。ならどうしてこんなことをするの？どうして私たちを死地に追い込むわけ？俺たちはみんなハウス・オブ・ハースの一員だからだよ。普段それぞれ任されてる仕事についてはフィリオール姉ちゃんも知ってるだろ。家を裏切るってことは十数人、いや何十人もの犠牲を出すことにつながる。前にもこんなことがあった。俺よく覚えてるもん。だからハウス・オブ・ハースではどんな形の裏切りも許されない。ポア村長に来てから姉ちゃんたちは7回も密談をしてるし、明らかに一線を越えたような話もたくさんあった。半月前から私たちを監視してたの？待って、もしかしてポア村長に引っ越したのも私たちが裏で連絡を取りやすくするため？そう、とっくに罠を仕掛けてたのね。すまない、フィリオール、ナントゥイユ、クリーブ、それに君たちは俺の命の恩人だ。もし以前中毒を起こした時に君たちが助けてくれていなかったら、俺は今日まで生きていられなかった。他のことなら命を懸けてでも恩を返そう。でもルールはルールだ。俺にはどうしようもない。諦めよう、フィリオール。過ちを犯したのならその責を負うべきだ。俺たちの行為がルールに反したものであったことを否定するつもりはない。シャプロー、フォルツ、ごめん。お父様、申し訳ありません。さあ処刑を。シャプロー、ハウス・オブ・ハースのルールにのっとり裏切り者をどう処分すべきだろうか。全ての裏切り者は代価として命を差し出さなければなりません。ならその通り執行しろ。待ってください、お父様。何か言いたいことでも、リネ。お父様、どうか考え直していただけませんか。フィリオールたちの行為は果たして本当に裏切りと見るべきでしょうか。僕たちは皆
どうしようもない家庭からやってきました。そしてハウス・オブ・ハースの一員になったその日から、ここを真の家にしたいと誰もが願ってきています。しかし、真の家とはどういうものなのか、僕たちは誰も分かっていません。もちろん僕自身もその答えを知らない。でもこのままフィリオールたちを処刑してしまえば、ルールを守ることはできても、真の家からどんどんかけ離れてしまうのではないでしょうか。どうかもう一度お考えください、お父様。私もお兄ちゃんと同じ考えです。お父様、どうか。リネ、みんな。俺もリネに賛成です。お父様は命令を撤回しない。だが、もし君たちが心を決めたのなら、武器を取って前に出たまえ。武器を取って？お父様、決闘のことでしょうか。その通りだ。家のルールが変わることはない。故に裏切り者は必ず罰せられる。しかし、決闘も家のルールの一つだ。もちろん私にも適用される。君たちが十分な力を発揮できれば、私を説得し譲歩させることができる。お父様に勝てたら？無理だよ。たとえリネ兄ちゃんでも、お父様との差はでかすぎる。旅人、今の聞いたか？召使いとリネたちが決闘するって。どうすればいいんだ。リネたちに賞賛はあるのか？もし負けたら、あいつら処刑されちゃうぞ。って、何考え込んでんだよ。クリーブに、ちゃんとお別れを告げたくないの？憤怒は衝動を引き起こし、干渉はためらいを生むからだ。召使いがわざと負けてくれたらいいけど、あの表情からして手加減するつもりはさらさらないみたいだぞ。普通お客さんがいるときに家庭内のトラブルが暴走することはなかなかない。必要なとき、君たちが最も適切だと思う選択を持って、ハウス・オブ・ハースを一度だけ助けるというものだ。旅人？お前もリネたちと一緒に召使いに挑むのか？許可しよう。ちょうどここを決闘場にすれば良さそうだ。君たちに望むのはただ一点、武器をしっかりと握り全力で戦うことだ。油断すれば命を落とすことになるぞ。ルシオ、激流に飲まれろ。マジックスタート。サプライズ。いっちょうだい。この燃え上がる炎で。今だ。落ち着か。お披露目だ。君のもがく様を見せてくれ。はっ。
張って。燃え上がる炎で。無駄な抵抗はやめろ。ここよ。逃しはしない。はっ。来い。ライト。回って。少しはまともになってきた。この燃え上がる炎で。はっ。サプライズ。闇気体破滅の時なら、カウントダウン開始だ。光よ。お父さん、予想よりもはるかに強い。君のもがく様を見せてくれ。拍手ご用意を。マジックスタート。そう、うん。いや、回って。もがく様を見せてくれ。開幕だ。カウントダウン開始だ。身を寄せられる雲の糸はどこにもないぞ。注目。無駄な抵抗はやめろ。逃しはしない。撃つよ。君に捧げよう。こちらに注目。お父様、予想よりもはるかに強い。いいだろう。私に挑む資格を認めてやる。漠然と逃げ惑う。囚われおののく獣の群れのようだ。さあ、体力を温存してから抵抗はやめろ。逃しはしない。いいだろう。私に挑む資格を認めてやる。君のもがく様を見せてくれ。何をするんだい。光よ。いいだろう。私に挑む資格を認めてやる。これはあらゆる善意を焼き尽くした刃。サプライズ。見届けるといい。ちょっとしたトリックさ。いや、お父様の動きをよく見て。気をつけて。僕の名のもとに。ライトアップ。誰が行こうか。注目。終焉を迎え、滅亡は繰り返される。希望は塔に立たれる。ここよ。あ
一箇所に固まらない方がいい。います。頼んだ。ごめんなさい、お父様。己の力のなさを謝るのか。抜け出したのか。予想よりも少し強いような。赤黒い月。体が動かない。だが、私にはまだ勝てない。ここまでだ。せっかく客人が来ているのだし、あまり醜いところは晒したくない。お兄ちゃん大丈夫？リネ、約束通り決闘の勝者である私の言うことを聞いてもらう。さあ処刑を続けよう。お願い。こんな形でお別れすることになるなんて。ただリネたちが決闘で見せてくれた力と決意を鑑み、別の方法で君たちを殺してもいい。アイロアル、預けていた兵中の炎はまだ持っているか？はい。何に使われるか分かりませんが、ずっと大切に保管していました。一本もなくしていません。後ほど彼らに飲ませろ。飲ませたらしっかり見ておいてくれ。兵中の炎？ああ、ある極秘実験の産物で、特殊な条件下で私の体から剥ぎ取って保存した炎だ。飲み込んだ後、灼熱の痛みが神経の隅々にまで広がる。その後君たちの体はそのままに、記憶だけが焼き尽くされる。その激痛に耐えられれば、再び目覚めた時、君たちはハウス・オブ・ハースに関する全ての記憶をなくしているだろう。そして家から追放されることになる。言い換えれば、私はハウス・オブ・ハースで育った君たちを殺し、新しい身分を与えるというわけだ。人の記憶は実に不思議なものだよ。その一部が失われることによって自己認識も変わってしまうのだから。お父様、私たちを許してくださるのでしょうか？誰一人見逃すつもりはない。記憶は極めて重要な媒体だ。
今私の目の前にいるフィリオールは劣化に焼かれ、秘密を抱えたまま死ぬ。そして生き残るのは赤の他人だ。それでも、それでも、もう怯えながら生きるのは嫌です。期待を裏切ってしまい申し訳ありません、お父様。でも私、もうこれ以上。もう泣くな、フィリオール。まだ家にいる限り家のルールは守ってもらう。憤怒は衝動を引き起こし、感傷はためらいを生む。感情に心を左右されるな。はい、覚えておきます。涙を拭いて、君たちが望む人生を追いかけるといい。はいはいはい。シャプロ、フォルツ、アイロワール、彼らをポワソン町まで連れて行ってくれ。リネたちもな。兵中の炎は3つ余分に用意した。あとは君たちの選択次第だ。みんな達者で、次に会った時、私はもう君たちのお父様ではなくなる。これまで家のために貢献してくれたこと感謝する。君たちに明るい未来が待っていることを祈っているよ。お父様。みんな行こう。リネ兄ちゃん、俺の肩に捕まって。ありがとう。クリーブ、話していいの？ずっと見てたんだよ。本当にベルビーだ、久しぶり。でもどうして急に大きくなったの？もしかして私未来にタイムスリップしちゃった？それとも夢を見てるのかな？本当に長い夢ね。どちらでもない、クリーブ。君はもう死んでいるんだよ。そんなストレートに言わなくてもいいだろう。クリーブがショックで固まってるぞ。あ、そういうことだったのね。すんなり受け入れたな。うん、ペルビーが言ったんだもの。ペルビーは嘘をつかないから。それになんで私が今の姿になったかより未来がどうなるかの方が気になるの。ペルビーが執行官になったってことは、お母様はもうこの世にいないってことだよね。教えてくれる？ペルビー、お母様と私はどうなったか、結末を知りたいの。君は運命と向き合い、抗うことを諦めなかった。最初は誰も君の話を信じなかったよ。だから君は月に悩みを打ち明けた。そしてある日の夜、二人で一緒にスネージナヤのオーロラを見に行こうと私と約束を交わした。それから君は何度も脱出を試みたが、その度捕まった。お母様が君を生かしておいたのは優しさゆえではなく、ゆっくりと君を苦しめ、他の人に裏切った結果を知らしめるためだった。だがそれでも君は諦めなかった。そしてお母様は殺し合いを重ねることによって子供たちの中から最も優秀な王を選ぼうと考えていた。それに対し君は皆で団結して引き分けにすることで犠牲を減らそうと呼びかけたんだ。結果から見れば少し時間を稼いだだけだったが、君は皆に希望を与えてくれた。君は思いつく限りの方法を試したが、その全てが失敗に終わった。だが君の剣がクルセビナ、あるいは私に向けられることはなかったよ。ある重々しい暗い日に君は私にこう言った。16年間私はずっと自由を追い求めてきた。
でも今になって気づいたの。私に与えられた唯一の自由は、自由に死を選ぶ権利だったってことにね。そんなことを言うなんて、きっと相当疲れてたんでしょうね。でも、未来の自分を理解できる気がするわ。お母様の計画だと、私たちの中で最後まで生き残れるのは一人だけ。であれば、その一人はあなたであってほしい。もう一度選べるとしても、私は同じ選択をする。初めてあなたに会った時から思ってたの。あなたなら、きっと私に叶えられなかったことをやり遂げられるってね。そうか。君が追い求める自由とは何だったのか、今もなお私には理解できていないのだが、ハウス・オブ・ハースのお父様として子供たちには最低限の自由を与えているつもりだ。自らの運命を選ぶ自由をな。フォンテーヌの最高審判官と事前に話を取り付けてきた。家を離れることを望む者は秘密を忘れ、静かにこの国で暮らすことができる。彼らの過去が追及されることはない。無論彼らにおのずと勝利の果実が渡されるわけではない。自らの意思を私に証明し、その手で勝ち取る必要がある。そうやって手に入れた自由にこそ価値があるからな。それで十分。私が追い求め続けてきたのはまさにそれだもの。私から見たペルビーは優秀な王でいいお父様だよ。あなたがハウス・オブ・ハースを継いでくれて本当によかった。まあ心残りがないって言えば嘘になるけどね。私まだ外の世界を見たことがないから。ならちょうどよかった。こちらの二人の客人は様々な国を訪れ、数多くの場所を旅してきたそうだ。外の世界の話を聞かせてくれるだろう。本当？もちろん。オイラたちいろんなとこを旅してきたんだぜ。語るとなると三日三晩あっても足りないぐらいだ。実は私、吟遊詩人になりたいって思ったことがあるんだ。ダイヤを弾きながら自由の風と共に歌うの。たとえ聞いてくれる人がいなくても、いつまでも歌い続けていたい。なるほど、モラはそうやって生まれたんだね。初めて知ったよ。もしモラがあったら新しいスカートを3枚買いたいな。ペルビーと私、それからお母様の3人で1着ずつね。でもペルビーはスカートが好きじゃないし、お母様も多分もらってくれないとも。なら私が日替わりで着てもいいよね。あなたが言った妖怪ってどんな姿をしてるの？絵本で怖い顔をしてて、頭に角を生やしてるのは見たことあるけど、現実の世界にもそんな妖怪がいるの？それって鬼だろ？もちろんオイラたちは見たことあるけど、お前が言うほど怖くはないぜ。お母様に戦い方を教わってた時はいつもおどおどしてて、一瞬でも気を緩めることは許されなかった。教練院で授業を受けるときはこっそり勉強以外のことをしてもいいのかな。冗談だよ。命の危険もなく好きなことを勉強できるってきっと幸せなことでしょうね。まさに危機一髪。リネたちは容疑者として法廷に立たされて裁かれる寸前だった。え、そんな、それでどうなったの？その時名探偵パイモンが登場して一気に形勢を逆転したんだ。一体どうやって？早く知りたい。かはん、よーく聞けよ。マジックが失敗した後、オイラたちはすぐ現場に駆けつけて、
残影は学習や成長することができない。新しい情報に触れても時間とともにすぐに忘れてしまう。クリーブ、影の下でハウス・オブ・ハースに抗い続けてきた君に、私は執行官召使いとして処罰を通告しよう。君をハウス・オブ・ハースから追放する。君は家から離れ、ここのルールにも縛られなくなる。はあ、私家から離れられるの？はあ、私もあなたたちから聞いた外の世界を見られるの？忘れてた。もう大人になれないんだ。でも大人になったあなたに会えて本当に嬉しかったよ、ベルベーレ。元気でね。じゃあまた。あ、来世で会おう。しなきゃいけないなんて、オイラまだ話せてない物語があるのに。実は私も彼女に伝えられなかったことがある。例えばスネージナヤで見たオーロラは絵本に描かれたのと同じように美しかったこととかな。日が昇れば新しい一日が始まり、残影の記憶もリセットされる。これ以上先延ばしにすれば別れを告げる時間すらなくなってしまう。悔いは昨日に留めておこう。お父様。あ、リネだ。おーい、リネ。なんで戻ってきたんだろう。早く行ってみようぜ。お父様、あの炎を飲んだフィリオールたちは目が覚めた後家から出て行きました。君たちはどうする？選択肢を与えてくださったこと感謝します。でもここを離れようと考えたことは一度もありません。僕たちにとってここが唯一の家ですから。リネットとフレミネも同じ考えです。二人は先にブーフドエテの館に戻って休んでいるので、僕が代わりにお伝えします。私がリネに何を期待しているのか君も分かっているはずだ。君に次の王を託したいと。君自身はなりたくないようだがね。だからこの木に出ていくだろうと思っていた。それも悪い選択ではない。王座に無理やりつかせられてもずっとその座にとどまることはできないだろう。穏やかに暮らした方がよほどいい選択かもしれない。どうして僕が次の王にふさわしいとお父様が思われたのか正直よくわかりません。君は勇気と才能を持ち合わせている。そして最も大事なことは家族を大事にしている点だ。家族を守るためなら君は死ぬことも厭わない。今回お父様に寛大な処置をしていただけたのはリネが身を挺して戦ってくれたからだ。リネ兄ちゃんは英雄だよ。英雄、本当の英雄はお父様なのに。
もしあの時お父様が全力を出していたら、僕たちはひとたまりもなく死んでいたはず。決闘を持ちかけた時、すでにお父様は決めていたんだろう。覚悟の面でも武力の面でも僕は王の条件には全く達していません。それは違う。王になるためには二つの資質が問われると私は思っている。信念、そして信念を貫くために必要な力だ。家について君は私とは違う視点と考えを持っている。足りないのは力の方だが、リネの天秤からすれば力がついてくるのも時間の問題だろう。だがその力がまだ身についていないにもかかわらず、君は逆境の中で信念を貫き私に抗った。それこそが私がリネを評価する点だ。お父様、この先何が起きるかは誰にもわからない。晴れ渡る日もあれば荒れ狂う日もあるだろう。ハウス・オブ・ハースの責任者に必要なのは慎重さではなく揺るぎない決意だ。もし何らかの基準を満たさないと行動できないというなら、私は先代召使いを暗殺によって殺せなかった。当時私と彼女の間には歴然とした力の差があったからな。力は確かに勝敗を決める。しかし力が足りないからと後ずさりし、信念さえ曲げてしまう者に王となる資格が与えられることはない。おっしゃる意味は分かりました。ありがとうございます。子が大人になり先人を超える、家が枝葉を伸ばし続けるためにはそうでなければならない。だが決して楽な道ではないぞ。最後にもう一度聞こう。本当に残ることを決めたのか。お父様からの恩は必ず返します。それに厳冬計画がもうすぐ始まります。家に様々な危険が迫っている時期に決して逃げたりはしません。これが僕の信念です。わかった。厳冬計画についてはあまり心配する必要はない。富豪や政治要員たちがこちらの命を狙っているようだが、しっかり灸を据えてやろう。光に憧れる子供たちは全員追放された。これが我々の最後の弱点だったが、今では影に隠れる雲のようにハウス・オブ・ハースという巣に獲物がかかるのを待っていればいい。奴らの企みを逆手にとって極寒の吹雪の中で赤い月が昇るのを見届けようではないか。忠誠は必ず報われ、全ての犠牲が価値を持つことになる。次に二人に会う時、敵になるかはたまた味方になるかはわからないが、今日君たちと結んだ遊戯を覚えておこう。険しい旅になるだろうが、皆が望む終点にたどり着けることを願っている。
いぶ良くなってきた。ふぅ、なら良かったぜ。旅人は大丈夫？さすがだね。僕たちは2日間も寝たきりで、寝返りを打つことすら大変だったのに。そのクリーブはもう出て行った。ミネはみんなをポア村長からハウス・オブ・ハースに連れて帰ったけど、もう亡霊が家の中に現れることはなくなったって言ってた。そう、よかった。おととい、お父様がお見舞いに来てくれて、クリーブとクルセビナのことを話してくれた。僕、前院長のクルセビナを知ってるんだ。え？先代の召使いを知ってるのか？クリーブが死んでから1年後にクルセビナが死んだんだけど、僕はその間にハウス・オブ・ハースに送られてきたんだ。当時クルセビナの残酷で過激な管理下にあった家の空気は、息が詰まるほど苦しかった。彼女が最も重要視していた実験はすでに終わっていて、そのために利用された人たちは死んだり怪我したりで、もう家にいなかった。クルセビナは決して新入りの子供たちに過去の出来事を話すことはなかったよ。そして数ヶ月後、お父様が彼女を殺し、全ての資料を焼き払った。クリーブ、そして実験に利用された人たちの名前も苦痛の記憶と共に燃やされた。さらにその数ヶ月後に、お兄ちゃんと私がお父様に引き取られたけど、クルセビナとクリーブについて聞かされたことはなかった。そうだったのか。あいつは最初から秘密を胸の内に隠すって決めてたっぽいな。なんでそうしたのか、あいつがお見舞いに来た時に何か言ってたか。お父様は過去の暗闇が私たちに影響を与えることは避けたいっておっしゃってた。そしてその歴史を知ったことで、不必要に感謝の気持ちを抱かれたくないって。それから家族の関係は単純な方がいい、かつてここで何が起きたとしても今の我々とはもう関係のないことだ、とも最後におっしゃってた。それでも僕はお父様に感謝を伝えたよ。クルセビナにとって僕たちの命なんて使い捨ての道具ほどの価値もなかっただろうから。もしお父様がハウス・オブ・ハースを引き継いでいなかったら、おそらく僕は。お父様は私たちを助けたことについてほとんど口にしない。家族というのは恩義によって結ばれているものじゃないというのがお父様の考え方だから。でも恩義の有無に関係なく、私たちはここに残る。ここは私たちのお家だもの。喧嘩したり傷つけられたり家を出て行ったりする人もいるけど、お父様がいる限り家は変わらない。日の光が差し込む時も、闇に覆われる時も、僕たちはずっとお父様のそばにいる。だから二人にはお礼を言わせてほしい。あなたたちのおかげで今回の一件は最小限の代償で済んだ。大したことはしてないぞ。もちろんいつでも歓迎するよ。フィリオールたちは元気にしてるかな。今朝出かけた時カフェで見かけた。私のことはもう覚えてなかったみたい。コーヒーを飲みながら上映中の歌劇について話してた。みんな幸せそうだった。多分あれが彼らの望んだ暮らしなんだと思う。
それとも恐怖を抱く勇気すらないか。来い。サプライズ。や。無駄な抵抗はやめろ。逃しはしない。この燃え上がる炎で。こんな気の抜けた攻撃を教えた覚えはない。したトリック。はっ！はっ！はっ！君のもがく様を見せてくれ。光よ。この燃え上がる炎で。よっ。来い。少しはまともになる。高木。私は下げず。こんな気の抜けた攻撃を教えた覚えはない。開幕だ。この燃え上がる炎で。こんな気の抜けた攻撃を教えた覚えはない。褒美を垂れろ。無駄な抵抗はやめろ。逃しはしない。カウントダウン。開始。撃つよ。漠然と逃げ惑う囚われおののく獣の群れのように。私は帰ってきた。無駄な抵抗はやめろ。逃しはしない。マジックスタート。見て。来い。いや、君に捧げ。もがく様を見せてくれ。光輝くがいい。無駄な抵抗はやめろ。逃しはしない。ソル、煉獄の投影に次ぐ。漠然と逃げ惑う囚われおののく獣の群れのようだ。君のもがく様を見せてくれ。騒ぐな。サプライズ。君のもがく様を見せてくれ。られなかった。はっ。こちらに注目。撃つよ。ここよ。私と打ち合う。静粛に。いいだろう。高木、私に挑む資格を認めてやる。
俺はあらゆる善意を焼き尽くした刃、さあ見届けるといい。ルズヨン、サプライズ、ライトアップ、触る、そう来る、世界を熱狂の渦に。開幕だ。実月が終焉を迎え、滅亡は繰り返される。無駄な抵抗を、はい、ちょっとしたトリック、静粛に。私は帰ってきた。始まりに過ぎる。激流に逃れろ。行け。実月が終焉を迎え、滅亡は繰り返される。希望は塔に立たれ。次は誰だ。クルセフィクション、触るな。